マシン強すぎクソワラか。キラーマシン強すぎクソワラか。弾よけとして使える。待て、こっちバギ系のダメージにばらつき広くない？ああ、でもバギ系ってそういうもんじゃない？バギ系はあれ、ばらつきがあるっていうのがバギ系の特徴じゃないですか。ずっとそう思ってた。違う。多分どのシリーズでもバギ系はあれですよ。あ、ちょ。まあいいか。あー、やらかしたな。ちょっとあれ、あ、エルフの飲み薬使ってないのに進んじゃったよ。仕方ねえな。ガンドフ、ガンドフ、クックルがいるな。延長しました。30分延長しました。さっきの結婚の話ね。煙突、
Thank you.
がもうすでになんかあれだな、すでにきついなこいつ、地味にきつい。まだ死なないの。 HP 自動回復してるとかないよね。全然死なないんだが、死によらんこいつ。ほんと？なんか HP 回復してない？ほんとに死ぬの？あ、まさかあの伝説のあのなんたかかんとか入った。なんだっけ、死なない HP があるんですよこれ。なんだっけ、ミルドラース死なない HP の状況になって、なってんだよね。無敵ミルドラースみたいな。なってる可能性あるな。無敵ミルドなってるか。死におらん。ファミコン版、ファミコン、スーファミ版あるね。知らないか。みんな知らないか。死なない HP になると、あの一生死なないっていうバグがあるんですよ。スーファミ版はバグがあるんですよ。これそれじゃない？全然死なないんだけど。これ本当に？HP 自動回復してない？怪しいな。そろそろ寝るね、おやすみ。あ、はい、おやすみ。あ、自然回復50。うわぁ。HP 自然回復してる。してるよ、50。ってことはガンドフがひたすらやってても意味ないってこと。完全にノーダメージ、ひたすら50ぐらいのダメージをひたすらやってたんだけど意味ないね。
で死なないわけ。絶対おかしいと思ったもん。だいぶ少ねえわ。すぐ死んだな。集中攻撃すりゃすぐ死ぬな。 HP1600 か。 HP1600 か。1600だったらまあ集中攻撃すりゃなんとか死ぬな。割りかしすぐ死ぬな。弱来たけど死んだ。よし弱、これいけるぞ。クックル一撃で死んだ。まあいいや。ポドランがあれ持ってんだから、ポドラン、復活させとくか。いや、とりあえずまだいいな。いや、ちょっと待って、どうする。ダニー出して次に痛恨の一撃が来るから、 HP 高いやつがいい。スミス、次メラゾーマでしょ。ガンドフ一回引っ込めたからあれか。クックル生き返らしとくか。
よし。で、次、イオナズン。全体回復がコドラン先行するかしないか。ああ、やっぱりしないよね。コドランあれだな、しないですね、先行。死んだか、クックル死んだか。すげえ HP、 痛恨でしょ、痛恨でしょ。ダニースミス、ダニーで、よし、耐えた、ナイス。
ダニーやってた。あー、やらかした。やらかしたな、今。ダニー、ゆっくり蘇生させときたいから。世界中どこだ、世界中、世界中どこ行った。あれ、世界中、あれ、あ、そっか、あの時いきなり戦闘始まっちゃったからあれなんだ。よくわからんやつに持たせてるな。準備してなかったんだよ。あれ、世界中どこ行った、世界中。スーポンでしょ。コドラン、ダニー、ガンドにして、賢者、まで流行らない感じ。あ、エスタークは、また無理だろうな。多分クリア倒せないと思う。やるだけやって、やってみて、多分倒せないっていう。おそらく倒せないとは思います。そうでしょう。Thank you.
うわー、この3人パーティーきついわ。さすがにきついか。3人パーティーはやっぱきついな。3人はきついな、本当に。なんとかならんのか、これ。ここまで苦戦するミルドラース戦もなかなか珍しい。次イデスとかどうでしょうね。もしイデスと波動されるので世界樹の葉を使っておいて、で大事の葉大事の葉使ってファイト一発ないのか。ファイト一発誰持ってんだ。ニトロか。まああとお前持っててもなすぐ死ぬだろ絶対。こいつ持ってても意味ないんだよな。まあいいか。これで障害ザニーとガンゾフとクックルすぐ焼き鳥になるしな。こいつ灼熱使ったら一発で死ぬか。このランあたりにしといてダニー攻撃ガンゾフ攻撃。 Thank you.
で、次が痛恨の一撃だから、HP 高いやつ。ダニーは、あ、ダニー一番後ろ。だな。ロッキー、スミス、ダニーにして。ゾーマでしょ。ダニー、あとはガンドフにしてクックルやって、ガンドフにクックル、ガンドフがクックルバイキルト、あっ、火が足りない。あ、ファイト一発は、次が瞑想、瞑想されて、ダニー死ぬか、さすがに死ぬか。さすがにダニー死ぬよな。クックルの MP を回復させておきたい。自分で、エルフの、エルフの飲み薬がない。エルフの飲み薬ないの、お前。自分にしか使えない。あー、エルフの飲み薬自分にしか使えないの、マジで、マジですか。今何された、メラソーマ、あ、違う、イオナーズ。次凍てつく波動でしょ。凍てつく波動されるんで、クックルの MP がないんで、
射されるから。スミスにやって。どちらにしろあれは使えないと痛い。バイキルトが使えないと痛いな。魔法の精髄使うしかない。で、ダニナーズされて次凍てつく波動でしょ。凍てつく波動されるでしょ。ひっくりして、あ、ちょっとクックル、お前あれだ、が星降るではだとなると絶対先行しちゃうな。こいつ先行されたら無駄なんだよ。無駄だよ、完全に無駄だね。なんかないっすか。応援してます。はい、27個目さんいらっしゃいます。とりあえずファイト一発がないとなるとちょっと厳しい。リトロあたりファイト一発持ってる。持ってない。あ、持ってない。うん、アイテムがつきかけてるな。
ああ、クックル焼き鳥になるんだよな。きちいこれ。クックル耐性なさすぎて焼き鳥になるんだよ。まあいいか。きつ。きつーこれ。クックルにあれだ、星フルで装備させたもの間違いだった。絶対やっぱガンドフに、そっか、星フルではガンドフに星フル腕は装備させた方がいいな。あ、ロッキースミス違う、ガンドフスミスでいくで、死んだんだったな。クックル、そういえば死んだんだったな。こいつ。スミス、お前また MP 足りねえの、こいつマジで。もう何なのこいつはマジで。やっぱ祈りの指は自分だもんね。自分だもんね、他人に使えないもんね。エルフの飲み薬も他人に使えないってことは、他人に使えるのは何？魔法の聖水だけなの？このゲームは。なんでお前あれなんだよ。うわ。このすごいなこれマジで。ああやっぱエルフの飲み薬自分にしか使えないんだ、くそー。回復するにはそのパーティー入れてないとダメだもんね、3人のうちに。このゲームマジあれだわ、すごいわ。この3人という、そのスーファミ版の3人という制限がものすごい、あのものすごいですね。恐るべきほどきつい。
りの指輪もあれだよね。ああ、やっぱ自分なんだ。祈りの指輪も自分だもんね。基本的にあれなんだよな。持ってる人間にしか使えないんだよな。なぜか魔法の潜水だけあれ誰かに使え、あれ違ったっけ、あれも自分だったっけ、魔法の潜水もなんか自分だった気がするな。なあ、あ、魔法の潜水もなんか自分だね。あ、やっぱり、やっぱり自分っすか。これきついわ。500の自動回復がでけえな。500の自動回復がでけえな、本当に。ラッキー、ラッキー、絶対倒せないと思ったの。やった勝ち、クリア、クリア、絶対負けたと思ったのクリア。いろいろひどかったっすけどね、いろいろひどかったね。あー、やったー。よし、これあれだな。録画、録画、タイムシフト録画して、あれ、アップしよう。